どうも、一応です。はい、今回は裏技企画ドラクエ5ですね。こちら本編終わりましたんで、まあ裏技でちょっとやっていこうかなと、遊んでいこうかなと思います。はい、まあご存知の方ね、もうたくさんいらっしゃると思うんですけど、もうだいぶメジャーな裏技なんで、はい、まあまず一回敵と戦ってみましょうか。はい、裏技を使ってですね、今通常攻撃が全部会心の一撃になるようになってます。はい、ご覧の通りですね。はい、手な具合で裏技です。裏技、まあご存知ない方はね、お付き合いいただければ嬉しいんですけど、そしてグレートドラゴンが起き上がり仲間になりたそうになんちゃらかんちゃら、はい、なんですが、まあこの裏技ですと、モンスター、仲間になる仕様のモンスターは確実に仲間になる、一発で仲間になるようになってます。これ裏技の効果です。はぐれメタルもそうですし、キラーマシンもそうですし、裏面の何だったっけあいつ、ヘルバトラーも仲間になります。はい、一発です。で、この裏技をどうやって発動させるかと言いますとですね、はい、主人公にこれらの武器、防具、アイテム、まあいろいろこう持たせてるんですけど、これ、ひとしこのみ、一番最初のね、ヒノキの棒、尖った骨、幸せの帽子、棍棒、のこぎり型、なみかわしの服、この、一文字目、ひとしこのみ、はい。これを主人公に持たせることによって、この裏技が発動すると、はい、いうことらしいんですけど、らしいというか、まあ、もう実際やってるんですけど、はい、で、これなんかね、アイテムがドロップされて、で、主人公が何か、例えば薬草とか拾っちゃうと、もうこれ、発動しなくなっちゃうんで、この辺はちょっと気をつけなきゃいけないなっていうところではあるんですが、はい、まあなので装備もね全然外れちゃってるんで、主人公今弱い状態だから、まあ戦いのスタメンには出せない、バトルには出せない感じなんですけど、まあ会心の一撃がね連続で出るんで、まあ主人公いなくてもっていう感じではありますけども、はい、まあこれでね好きなモンスター簡単に仲間にできますし、全種類のモンスター簡単にコンプリートできるはず。あとは、はぐれメタルですとか、メタルキングですとか、あの辺も確実にね、クリティカル入るんで、もうレベル上げがもうガンガンできると。いったところでございます。はい。で、このアイテムをじゃあね、どうやって手に入れるか、まあ、軽く説明します。まあ、調べればね、すぐ出てくるんですけど、まあ、口頭で申し訳ない。ヒノキの棒は、幼少期のサンタローズの武器や、尖った骨も同様です。で、幼少期にこのアイテムを獲得できなかった場合は、ゴールドオーブ、光るオーブとゴールドオーブを交換する際に、幼少時代のサンタローズに飛んだ時、タイムスリップした時に、これを買っておけば、はい、問題ないです。で、棍棒、ちょっと幸せの帽子は飛ばして、棍棒はポートセルミの武器や、ノコギリ刀はルラフェンの武器や、もしくはテルパドール。三河氏の服も同様じゃねえな。三河氏の服はサラボナか。サラボナかテルパドール。まあ、テルパドール行ったらノコギリ刀も三河氏の服も買えるということで、はい。まあ、簡単に揃います。で、幸せの帽子。こちらはですね、グランバニアにあるんですが、なかなかちょっと見つけられなくて、で、僕もね、ちょっと本編やってた最中は、ちょっと見つけられなかったんですが、まあ、このね、裏技企画というか、まあ、やるにあたって、ちょっと攻略調べたところですね、どこだったっけな、隠し部屋があるんですけど、こっちだったかな、はい、ここですね、ここの階段の脇をこう入っていくんですよね。はい、で、宝箱3つあって、この中に幸せの帽子があるんで、まあ、ここから拾っていくと、これでまあアイテムは全部揃う。なんか徐々に出てくる石仮面みたいな
感じのは飾ってありますけど、はい、これでひとしこの実を、揃えるという感じですね。で主人公に持たせる、はい、これだけでもう会心の一撃連続、モンスターは仲間にし放題っていうね裏技が発生します。はい、ということで、まあこれで終わるのもちょっともったいないというか寂しいので、このクリティカルね、もうバシバシクリティカル出る状態で、Sタッグボコりたいと思います。はい、Sタッグをボコボコにしたい。よろしいでしょうか。じゃあ今からSタッグのね、元に行きますんで、はい、ちょっと編集入れますけど、Sタッグの元に行ってボコりにね、もうボコボコ、もう魔界の王様もボコボコにしてやりたいと思うんで、はい、じゃあここから行きたいと思います。はい、やってまいりました。 Sタークのところですね。はい、まあ HP はだいたいね回復させときました。まあアーサー、ピエールともにね1ずつ減ってるんだけど、まあ大丈夫でしょうと。で名月に星降るでは戦いのドラム、賢者の石、まあこいつをね持たせて、こいつらを持たせておくんですが、まあ回復に関してはまあどいつもこいつもペホマ唱えられるんで、まあてめえで勝手に回復してくれって感じのスタイルで行こうかなと思います。はい開幕戦いのドラムを使って、そうですね、開始の一撃でもうボコる、それで行こうかなと思ってます。はい、はいはい、そうです、行きましょう。何ターンで撃破できるかね、戦いのドラム本当はね開幕フバーハとか入れたいんだけど、もう攻撃的にいきます。 OKOK、 危ないな、ちょっとこれは回復入れなきゃまずいかね。ね、待てよ、フバーハ大丈夫大丈夫、そんでもってまあどうしようかな、回復入れますか。大丈夫そうですね。ベホマラ、オッケーオッケー。この辺のねかけ直しがちょっとめんどくさいんですけど、まあ粘り強くやっていくしかないですね。オッケー。メラゾーマ跳ね返せないかね。はい、さあ殴れ殴れ。まあピエール、アースはこの辺はもう殴ればね回復してくれるんで、まあ楽は楽ですけど、はい、さあ効いてる効いてる、めちゃくちゃ効いてますよこれ、めちゃくちゃ効いてますよ。オッケー、オッケー、いいよ。全体攻撃はちょっとうざいんですけどね。はい、よし、いいぞ。灼熱の炎とかまあね、スライムナイトは耐性があるのであんまりダメージは受けない。
どうだ？まだダメか？もう結構追い込んでる気もするんですけどね。スバーハ先の方いいねこれ。OK。OK。よし、行こう。ね。もう一旦回復させるか。回復して戦いのドラム。さあ、殴れ殴れい。メラゾーンは跳ね返してもいいんだけどな。はい。おーし。倒した。めっちゃ楽だわ、これ。はい。てな具合で、エスタークも楽勝と。はい。何ターン？ 13 ターン。まあ、もっとレベル上げれば、もう10ターン切れるんじゃないかなという気はするんですけどね。はい。てな具合で、魔界の王も、もうね、一網打尽にしてやりました。はい、ということで、これにてドラクエ5の実況は完全に終了したいと思います。はい、長い間ね、本当、最後まで、ご視聴してくださった皆様、本当にありがとうございました。またね、別なシリーズ、別なゲーム、やってますんでね、いろいろやってますんで、まあ、そちらの方もね、また見に来ていただければ、大変嬉しいです。はい。よし、じゃあ、終わりましょう。ちょっと名残惜しいですけどね。はい、ドラクエ5、これにて完全終了です。ありがとうございました。また別な動画でお会いいたしましょう。